てくださってありがとうございます。曽川咲です。こんばんは。こんばんは。ありがとう、りょうちゃん。ありがとう、とんちゃん。ありがとう。いやいや、ひまわりさんありがとう。といたらさんありがとう。えんどうさんありがとう。こんばんは。さちこんばんは。こんばんは。みきちゃんありがとう。こんばんは。こんばんは。さちが一番嬉しい。ひーちゃんありがとう。たかしさんありがとう。スプーンさんありがとう。まさにありがとう。鈴木一郎さんありがとう。スチスチありがとう。こんばんは。お、僕対、あ、僕の太陽公園の東京公園の当落が今日っぽいですね。今日っぽいですね。皆さんいかがでしたか。今回はね、配信がないんですよ。実はって書いてあるんですけど、そう、配信がないんですよ。あ、外れたということは完売したのかな。完売っちですかね。分からん、どっちなんだろう、どうなんだろう。でもそうだよね。え、どっち、分かんないです。分かんないけど、さっち見れた、楽しい。あ、シェア落選だって。落選ってことは、あ、え、落選完売です。イエーイ。そうなんですね。ありがとうございます。頑張ります。あの、ちょっと前髪が長くてですね。そう、目標だったの、僕の太陽公園完売。嬉しい。割といるんだ。そうなんだ。ありがとうございます。イエーイ。みんなで頑張ります。やったね。あ、アベマで滝行見ましたって。ありがとう。どうでしたか、さっちの。すごくね、あれはきつかったですね。看板埋めた、ありがとう。嬉しい。頑張ります。緊張してくるよね。東京での公演は初めてですので。緊張します。なんかあれだね、髪の毛があんまり好きじゃない。今日長いんだよね多分。ちょっと次のお話会までには切りたいんだけど、無理かもしれない。僕隊までには髪を切りたい。前髪は特に。こんばんは。こんばんは。関東だと雰囲気が違うね。そう、しかもクラブミクサー。そう、全然わかんない。なんかね、調べたの、ヤフーで。で、大体あの、大体なんていうの、ライブの様子が載ってて、距離だったり、なんだろう、椅子とかなんかそういう感じがね見れるんだけど、載ってなくて、そう、分かんなくて、どんな感じか。それがちょっとドキドキって感じ。スタンディングなのかな、やっぱ400人なのかな。あはは、さっち、スチスチ忘れてた。また忘れてました。ありがとう。こんばんは。こんばんは。今日はハンバーグ。そうなの。さっちはね、あ、キャパはね書いてあったよ確か。一回多めにしてほしい。それね、いやでもね、わかるよ。わかるよっていうか、サッチーもね多めにしたいんですよ実は。でもちょっとしないですね多分。あ、公式 X、 サッチーのちょっとテロップ書こう。公式 X 先ほどね投稿しましたので、皆さんぜひ見に行ってくださると嬉しいです。曽川さっき、ぜひぜひ。あ、3点セットしましたって。
嬉しい、ありがとう。サッチサッチこんばんは、こんばんは。サッチスティスティ、いい感じ。サッチスティスティ頑張ってください。毎日10回言ってください。あ、ちょっと5分経ったので、ちょっと先月行われたショールーム ×AKB48 グループビスモデルレギュラーモデルオーディションのお礼をさせていただきます。ちょっと100位から読むので、はい、100位トシさん、99位ミッチさん、98位ダイさん、97位マコさん、96位偏西風さん、95位 MMM さん、94位ニーナリンゴさん、93位ヨヨヨのヨさん、92位 X メンさん、91位ちょっと前髪がやだ今日前髪、91位新田さん、90位のりさん、89位高森さん、88位さやえんどうさん、87位スライトさん、86位ピクシンさん、85位井上義弘さん、84位50アップくんさん、83位イモケビーさん、82位ワイリンガルさん、81位アポロンさん、あれ81位で80位流れ者さん、78位こたつ猫さん、78位キャベツの炒めさん、77位石ころ人間さん、76位消化道弁当さん、75位イーさん、74位うっかりあんこさん、73位プータさん、72位セイク、71位オアさん、70位マロンさん、69位ネバーランドさん、68位ダイナレターさん、67位ハジリコさん、66位さやかちゃん、65位川沙トールさん、64位ワライオンさん、63位ケイケイさん、62位メタボさん、61位マナビーさん、60位シンゴさん、59位タンタンタヌキさん、58位マーク、57位トシキさん、56位竹まつるさん、55位アッチャさん、54位タケノコさん、54位カズキンさん、52位ヒラツグさん、51位ミシェルボーイさん、50位ムトボさん、49位ウーアンさん、48位ヒロノリさん、47位タンタンさん、46位ミャコーちゃんさん、45位タビネコさん、44位アユニ D さん、43位ミンミンさん、42位ケンさん、41位夏目さん、40位あっくん、39位はるさん、38位チョコミントさん、37位トンさん、36位サルトビニザイモンさん、35位ジョージさん、34位ヤマトさん、33位マルトモちゃん、32位リノちゃん、31位シャイニングフィンガーさん、30位ケンケンさん、29位ギルスさん、28位ラブリー48&46 さん、27位ケイセティンさん、26位カムカムさん、25位オリちゃん、24位ミキョアニキさん、23位20世紀ともちゃん、22位 KVPH さん、21位リンゴさん絵文字の、20位炭酸せんべいさん、19位広島子パセリさん、98位リコちゃん、97位シュンちゃん、あ、え、あ、待って、サチは違う、97位に戻っちゃったんだけど、今のは19位ですね。19位の9に引っ張られちゃったので、もう一回見ます。19位広島子パセリさん、18位リコちゃん、17位シュンちゃん、16位うっかりあんこさん、15位ゴールドシップさん、14位エイコンさん、13位豊中のひろさん、12位シーサーさん、11位七千しずさん、10位ゆきおさん、ありがとう。9位まっつんさん、ありがとう。8位とっとり太郎さん、ありがとう。7位ゆういちさん、ありがとう。6位りょうちさん、ありがとう。5位かたむつりさん、ありがとう。4位 SFF さん、
ありがとう。サイン、おっくん、おっくん、ありがとう。おっくん、ありがとう。おっくん。に、くまねパパさん、くまねパパさん、ありがとう。くまねパパさん、ありがとう。くまねパパさん、ありがとう。くまです。そして1位は、やすべさん、ありがとう。あ、ててやすべさん、ありがとうです。ありがとうございます。皆さん今ちょっと100位から1位までありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとう。ありがとうございました。100位、もう本当、もう100位以外のね方も少しでもね協力してくださった皆さん、ありがとうございました。そして本当ね、もう皆さん本当にありがとうございました。ちょっと今日近いな、まあ、わざとなんだけど、本当に皆さん協力してくださってありがとうございます。嬉しくありがたいことにミス5月号にねさっち3位だったので掲載させていただきます。イエーイ、ありがとうございます。皆さんが応援してくれて、いつもショールームをね見に来てくれておかげですので、すごく嬉しいです。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。ねえビス、楽しみです。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しい、みんなありがとうね。そうやって嬉しい言葉もかけてくれて、おめでとう、ありがとう。皆さんのおかげです。これは本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。サッチーはねビス5月号に載りますので、ぜひチェックしてくださったら嬉しいです。みんなで撮った夢の雑誌、ビスの雑誌掲載ですので、ぜひ一緒に見ましょう。ふふふん、ということでした。ありがとうございました。じゃんじゃんありがとうございます。サッチヤッホー来てくれてありがとう。フォトジェニックサッチ5月号オッチ、そう3冊買うんだ、え嬉しい、たくさん買ってくれるじゃん。おめでとう、ありがとう。ラビュー、ラビューありがとう。そうなんですよ、そう雑誌掲載すごいね、嬉しい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。パンダもねまたいつか現れるといいねちょっと連絡は取ってるんだけど、ちょっとなかなかね都合が合いませんね。そう連絡は取ってますよ、またいつか会いましょうという。こんばんさきさっち、ちょっと前髪がね多分長いんですよ今日、だからちょっとね気になっちゃうんですね。よいしょ、パンダ待ってます、パンダ待ってて、100冊買います、最高、嬉しい、100冊いいですね。ね、なんか確かに同世代の子もね、確かに写真集出したいと言えるようになれるように頑張ります。そう、こんばんは、見に来てくれてありがとう。写真出たら絶対買う、本当に嬉しいんだけど。今日ね、今日もお散歩をしてて、今日はめちゃくちゃ歩いたんですよ、合計1時間ぐらいずっと歩いてて、そう歩いてたんです。それでなんでだかなんかねそう歩いてましたよ。それでね、そうなんです。こんばんは、何歩ある、え、なんか歩数は数えてなくて、
1時間のんびりぼーっと歩いてました。そうそうです、歩くのは良いことなんですね。そう、歩くのがね趣味になりつつあるこの頃。さちさちこんばんは、こんばんは。歩くの楽しいよね。そうなんですよ。いや、そうですね。2時間ちょっと負けちゃったよ。さちは1時間です。でもこの前集合に間に合い、なんかギリギリだったんですよ、集合の時間と。それで走りましたよ、体力つきました。そう、あれで体力がつきました。走ってます。さっちお散歩、そう、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。目の下がかぶれちゃって大変です。そう、危なかった、集合時間あとねちょっとでね、危なかったんですよ。でも間に合いました、ちゃんと。サッチが渡ろうとした1秒前ぐらいに赤信号になるのがいけないんですね。そう、いいえ、遅刻癖はありません。その時はお寝坊しちゃいました。はい、ですけど、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう。信号が悪い、信号のせいなの。そう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 、こんにちは、こんにちは。京都では歩いて、京都めっちゃ歩きました。赤信号のせいです、そうです。そう、こんばんは、こんばんは。そう、この前ね京都に行ったんですよ。弾丸旅行っていうのかな、教えてもらったやつ。そう、サチはねトンボ帰りって言ってましたけど、そう、すぐね一日だけ京都に行ってきたんですよ。そう、井出かなさんのやつに乗ってて、サッチーもね乗せようと思います、今度。そう、着物、そう着物着たんですよ。なんか4人で初めて旅行行ったんですけど、なんか楽しかったです。楽しかったですね。サッチーがもしも今までの感じで旅行に行ってたら多分浴衣なんて着なかったと思う。でも提案してくれたから着てみたんだけど、すごく楽しかったですね。自分じゃ思いつかないような感じなのでね、また新しい旅行でした。サッチーがもしも今までの友達と旅行に行くってなったら多分食べ歩きしかしないんですよ。でもそうやって浴衣をね着るっていうこの場所に沿ったね趣のある格好でね歩けるっていう、また新しい旅行のあれですごく楽しかったです。自分じゃ思いつかない感じ。こんばんは、こんばんは。待って、ゾウリ落としたりってカスミンが言ったのかな。そう、
そうそう、せっかくね京都に行ったなら確かによく似合ってた。八つ橋はね買ってないんですよ。あの髪型めっちゃ似合ってて可愛い。え、嬉しい。でもヒーターもね、サチは巻いた方がいいよって褒めてくれた。そう、浴衣かわいい。浴衣もレースも帯もバッグも全部おのおのね決めたんですよ。自分で決めてるんです。髪の毛も髪飾りも全部自分で決めるやつです。あれは楽しかった。そう、中学生の時ね行けなかったから、そうより楽しかったです。そうだから初京都だったんですよ。巻いた髪にそうまた新しい感じで、そうこんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう。サッチもソロのお写真を撮ってもらって、そう今度載せようかなと思います。こんばんは、来てくれてありがとう。ね、かすみもえみんな可愛かった。みんななんかさ、それぞれすごく似合ってる色だったなって思いますね。さっちは黄色にしたんですけど、青となんか浴衣だけだったらピンクが着たかったんですけど、まあいろいろ迷ってやめました。サッチ、主権さん、ありがとう、来てくれて。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。ヒートテックネキじゃないと冬の浴衣。まあそうですね、寒かったですねそう、寒かった。今日バームね、ほんとアイス食べたかったけど、サッチは寒くて食べれなかった。主権さん、ありがとう、バンデブラフさん。サッチの着物姿抜群に良かった、嬉しい、ありがとう、嬉しい。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。サッチやっほー。2年後は振り、そうなんですね、振り袖はまた違うよね、着物と京都の着物と。何色にしようか、振り袖黄色がいいなって思ってたんだけど、たのでまた迷いましたね。白も可愛いよね、白の着物って思います。サチヤホこんばんは、サチヤホこんばんは、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。青と黄色よく言われます今日バームは初めて食べました。そうです、もうすぐ卒業します。あっという間でしたね。こんにちは、来てくれてありがとう。そう、 JK ブランドがなくなっちゃいます。 JK ね。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは。何色にしようかな。そう、篠原くん、ありがとう。こんばんは、こんばんは、しけんさん、来てくれてありがとう。こんばんは。留年するよ、ジェイキ。確かに。待って、でもさ、JK ブランドの一番のメリットって何だと思う？ちょっと下げよう。体育祭大活躍系女子なわけがありませんサッチ、でも本当に運動神経、でも
なんか体育祭って感じじゃなかったんですよ。だから個人個人得意なのを生かす。あ、待って、めっちゃ学割ってきてる。そうだよね、やっぱ学割。でもこの1年私あんま学割使ってない。そう、守りたいこの笑顔、ありがとう。制服ね、確かに制服、セーラー服が着たいですね。こんばんは、来てくれてありがとう。コスプレって言われちゃうの？やだな、ちょっと前髪がもう気になって仕方がない。もうやだやだ。サチヤッホー。あ、やっぱそうなんだ。こんばんは。私服の高校、サッチーって結構垂れ目。そうですね、割と垂れ目だと思いますよ。前髪ケース、なんか前髪がですね、目にねかかってしょぼしょぼするんですよね。もうそれが気になって目が開かない。さあピーツ、早く切っちゃいたいんですけど、早く切っちゃいたい。もう前髪がもう長くて嫌になっちゃうよ。キスの感情を閉ざす心、トゥ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 。これかなうちゃんにもらったピン、大丈夫これ。すごい、なんか昭和みたい。ちょっと微調整しよう。さ、3期の番組のさ、見ながら配信の時の前髪の上げ具合はね、良かったんですよ。いいや、なんか前髪広く見えるな。やめぴ、悲しんでる。ごめんね、みんな。こんにちは、来てくれてありがとう。僕の太陽公園。ユニットシャッフルしないのかな。ユニットシャッフルがしたいですね。これがしたい。それが最後のキスだと今知った。愛しすぎて別れに慣れてない唇さ、
したいです。サッチーはチーカーカーチありがとう。そうなのよね、曲もいいし衣装が好き、衣装かわいい。そうみんなまだ僕隊見に来れてない方見に来てね、待ってるよ。もう見たよって方も待ってるよ。見に行くねって、嬉しい、ありがとう。チャームポイント聞かれたらいつもなんて答えてる、なんて答えてるっけ。あ、目切れ長垂れ目な目と、あの眉毛ですね。眉毛綺麗ってよく言われるんですよ。どうですか、頑張ってください。嬉しい、ありがとうございます。眉毛ですね、最近のチャームポイント新しくできた。うわ、眉毛切る、やったー、最悪、あ、最高。めっちゃちょっとね、ちょっとこだわってますね、眉毛には。いくつ夜越えれば、わーい、そう、自分で整えてます。シュ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 って黄色に合います。嬉しい、黄色のものが今ないけど、ありがとう。自分でやってるんですよ。シュ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 って。やった。眉毛。最近お気に入りのリップがですね、色がなくなってしまいまして、困っています。早く買いに行かなきゃいけないのに、買いに行けてない。リップってこれだって思うリップ少ないんですよ。だからあの決まったこのこれだっていうリップを見つけたんですけど、今後はねこれで生きようって、このリップで私は生きようっていうので見つけたんですけど、それがですね、なぜかそのリップの、リップって番号があるじゃないですか、01番とか、そのリップだけね飛ばされて売ってるんですよ。だからなかなかね見つかんなくて、まあ、1店舗見つけたのでそこに買いに行こうと思うんですけど、ちょっと買いに行けないんですね、まだ。ところで皆さんはジルスチュアートじゃないです、ジルスチュアートも欲しいですね。そう、レアキャラなんですよ、リップ選びのポイント。サッチーはまずティント、やっぱりねライブをするとティントじゃなくて、ね、取れちゃうので、リップはティントか否かをまず見ます。そして色です。たった2ステップで変えます。サッチは、うん、リスさんこんばんは、来てくれてありがとう。なんかリップの色がないですね。はい、
い、2ステップで変えるんですね。はい、皆さんメモしといてください。ありがとう。久しぶり、久しぶりなの。ありがとう。そう、ティントはいいですよ。塗り直ししなくていいので。あ、みんなメモしてるみんなメモしてる。ありがとう。サッチー来てくれてありがとう。消えるのだろう僕たち。あら、東京公演本当に自慢の人たちとか。そうなんです、ありがとうございます。応募してくださって嬉しい。参考にします。ぜひ参考にしてください。はい。山口雨ばかりなの。そうなの。我らが故郷山口、やっぱり東京は倍率高い。なんかそうですね、外れってよく聞きますね。今日も感じありがとう。外れた人多そうだね。確か配信もないしね。それもありますよね。来てくれてありがとう。泣いてます。泣かないで、泣かないでお茶目さっちも大好き。え、嬉しい。嬉しくて角が生えそうですね。あれ、さっち今言ったっけ、配信で今日は赤からの病を止めましたって。最初言った気もするけど言ってない気もする。さっち可愛い、ずるい。え、ありがとうあ、まだ聞いてない。そう、赤から鍋を買いました。サチは普段辛ラーメンと蒙古ラーメンを食べて育っているので、育っているっていうか、まあ、最近食べ出したんですけど、だから5辛でも平気でした。わからん、あれ辛いんかな。でも辛いの好きです。そう、辛いのがね、たまに急激に食べたくなって、その時はだいたい蒙古タンメンか辛ラーメンを食べてたんですけど、ちょっとね、僕タイム声も近いということでやめました。代わりに そう、お鍋ということで。あ、電波ね。なるほどなるほど。戻ってきました。リップの色が薄いな。まあいっか。麻婆麺食べてみたい。そう、麻婆春雨をね、作りたい欲がね、めっちゃあった時があったんですけど、結局作らず終わってしまった、ね、忘れてた。回し検査来てくれてありがとう。いいな、蒙古タンメン。蒙古タンメン食べるって言ったんですけど、カップ麺の方なので。早く本物が食べたいですね。でも関東の方に行かないとないですよね、確か。
こんばんは。サッチーって本当に髪伸びるの早い。12月に切ったのに。東京来たらね、食べたいけど分かんないですね、どんな感じか。東京来るとき食べれば。食べたいな。チャンスやばい。サッチーこんばんは。こんばんは。関東にしか、なるほどね、関東にしかないんだ逆に。なるほど。日高屋、あ、日高屋誰か言ってたな。デスソース、デスソースね、食べたことないんですよ。そう、ボブはね、維持が大変。ボブ、うん、維持大変ですね。二郎系も食べたいな。こんばんは。いちごとね、二郎系のね、情報交換をよくしてるんですけど、結局食べに行ったことはないな。そう、え、あそこに二郎系ラーメンできたらしいよ。え、マジ？絶対行こうっていう会話はね、何回もしたんですけど、結局行けてないんですね。そう、いちごも二郎が、そう、好きみたいですね。蒙古タンメンもいちご好きですよ。ないで君を、チャオチャオ。さきちゃん来てくれてありがとう。遊びに来たよ、来てくれてありがとう。わおわお、やっぱおさっち、やっほー。こんばんは。二郎系は胃がもたん。まだね、本物食べたことないんですよ。なんかセブンイレブンに売ってるなんかラーメンコーナーの二郎は食べたんですけど、あれはさっちは平気でした。全然、もうちょっとニンニクあってもいいなって思った。だからマジのガチのゴテゴテのを食べてみたいんですよね。でもちょっと一人じゃ入れない。全部食べれました。京都にあるの？そうなの？あ、ゲバットの近くにあるんだ。ニンニク大好きなんですね。そうなんです。ニンニクって美味しいよね。ラーメンも美味しいよね。こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとう。ジローだったか。そう、ジローに入れるね、美味しいよね。こんばんは、来てくれてありがとう。お供します。いやでも本当に、あ、慣れた人だね。確かに、こんばんは。そうだから、いちごと行きたいんですよ。いちごはね、よくね、行ってたみたいなんで、山梨いた時。だからいちごと行きたいんですよ、私は。でもね、まだ行けてないんですよ。ニンニクマシマシ、お、美味しそう。食べたい、ニンニク。そう、めっちゃ誰にも合わない期間しか食べない。でもニンニクは怖くて。何、サチタンマシマシでって。ニンニクマシマシならぬ、サチタンマシマシ。こんばんは、お疲れ。お疲れ、ありがとう。サチ、そばが好きって言ってた。そば大好き。そう、そば巡りもしたいですね。そば定食と天ぷらそばが好きです。麺類好き。確かに、お蕎麦のこだわりはないですね。お蕎麦のこだわりはないけど、
そうです。あ、2月4日サッチのお話し会撮ったよって、ありがとう、待ってます。嬉しい。サッチこんばんは。でも最近うどんも食べてますね。なんかうどんもあったらなんかうどんそば食べて、うどんかわいそうやから食べてるみたいな言い方になっちゃったけど、うどん食べてます最近は。ね、レンジのねチンのねうどんはね楽でいいですよ。そう、かすみんとも仲良し、かすみんとも仲良しですよ、めちゃくちゃ。あ、そうです、振り替え、お話し会の振り替えもありますので、ぜひ来てくださると嬉しいです。え、嬉しい、さっちありがとうございます。いいですね、キスのような。え、ちょっと待って、蒙古タンメンのまで 200m、 これは昼休みに走っていけば私は買いに行けるということでしょうか。多分無理だけど、食べたい。テイクアウトないのかな。蒙古タンメン食べたいんだけど、食べたい。まあ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 、全力で走るさっち。はい、それじゃあね、リハーサル終わりです。ちょっと昼休みで2時間後本番なので、皆さん頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。走っていこう。みんなねメイクに走っていくけど、さっちはメイクもこたんめに走っていこう。こんばんは、来てくれてありがとう。若さの昼だし、辛いラーメンって、そっちは蒙古タンメンが好き最近は。そう、前は辛ラーメンにハマってて、今は蒙古タンメンにハマってます。そっち、初見さん来てくれてありがとう。そっち、やっほー。絶好のチャンスやけどな、池袋にあるんだね蒙古タンメンって。初めて知った。渋滞したバスから降りたら、今ユーナのネックスにサッチ乗ったらしいですね。嬉しい、はい嬉しい。ぜひ見てください。うるすい、懐かしい写真、2ヶ月前だけど、まだでも自分が本当に辛いの平気なのかまだ分かんないんですよね。そう、自分では得意と思ってるけど、そう、サッチーやっほー。最近のサッチーのポスト、え、嬉しい、ありがとう。え、テイクアウトできるの？むむむ。ありがとう、ハート。サッチ来てくれてありがとう。未知の世界の辛さ、そうなんですよ、未知の世界の辛さがね、まだまだサッチにはいっぱいあるっぽくて、そうなんですよ、それがね怖くて名乗れません。辛いのが好きですだなんて、世の中にはね、そう、いやそうなんですよ、あのデスソース食べたことないんで、ちょっとまだ辛いの好きとは言えないですよね。あの初日公演の時のお弁当がですね、僕隊のねカレーだったんですけど、めっちゃ美味しかった。あれ、今日いつもとさ同じ温度なのに暑いな。あ、甘党で思い出したけど、今日はスイートポテトを作ったんです。
ていう情報あ、それ誰か言ってたよね。なんかいつもより部屋が寒いのは乾燥してるからみたいな、ゆいかちゃんだったかな、誰か言ってた気がする、忘れましたね。ポティド可愛い、嬉しい、ツイートの味でした。でも、まあ、そんな本格的じゃないんですけどね。そう、サチの作ったスイートポテト食べたいよ。あと3つ残ってます。早いもの順でもサチがもう食べちゃいます。今日はもう食べないけど。こんばんは、こんばんは。しずえさんクッキー可愛かった、え、嬉しい。しずえさん分かってくれたんだ、ありがとう。そう、あれは成功よりの失敗、まあ失敗ではないんだけど、成功とも言えないよね。 X 見てくれた、みんな、あの理想と現実のやつ。いいえ、サッチーが全部食べます。シシシシシシシ、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。それでは今日は55分になったら壇上を読みたいと思います。ありがとうございます。同じ温度でも湿度で体感温度、あ、やっぱそうなんだ。どうしたら湿度って上がるかな。今日はたまたま湿度が高いみたいです。可愛すぎる、嬉しい。加湿器ね、そう、加湿器をね買おうか迷ってたけど、そう、加湿器ないんですよ我が家。加湿器、あ、やっぱ加湿器なんだ。そうだね、加える湿度、あー、すごい綺麗な、綺麗に加湿器が並んでる。そう、お湯を沸かす、確かに。お風呂に水張る、お風呂水入れたコップ部屋に、え、そうなの。じゃあさ、もし乾燥してたらさ、部屋がだんだん水なくなるってことか。だとしたらすごい。出遅れたけど参上、来てくれてありがとう。湯たんぽいいですね。濡れたタオル部屋干し、確かに。それめっちゃお母さんに昔言われてたイメージ。観葉植物枯れちゃった、新しいの買わなきゃ。でも超気に入った観葉植物がねないんですよ。だから悩み、それが悩みです。観葉植物とフレグランスは飾る家系なんですけど、今気に入ったのがなくて迷って困ってます。走れ私全速力で渋滞した、バスから降りたら破れた。あ、ファンレター何枚か届きました。皆さんありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そう、あの研究生にねファンレターが送れるようになりましたので、ぜひ来てくださると嬉しいです。送ってくださると嬉しいです。座椅子も欲しくてですね、そう、もう届いてます。第一陣第一陣、面白い。まだ書いてないのでまた書きます。まだ書いてないや、ありがとう。ぜひ、やっぱすごく嬉しかったですね。はい、嬉しかったです。
はい、ディアサッチ、トラックでも近い、トラックでも足りないかったですね、船ぐらい。今書いてます。え、嬉しい、ありがとう、もう嬉しいですね。あ、56分になった。それでは男女を回させていただきます。13位ギルスさん、12位トンさん、11位シャイニングフィンガーさん、10位トットイダロさん、9位リョウチさん、8位広島コーパセリさん、7位リョウタさん、6位炭酸せんべいさん、5位カタムズリさん、4位メタボさん、3位 SFF さん、ありがとう。これわかる？ここかぶれちゃってるんですよ。2位安部さん、ありがとう、隠します。そして1位はくまねパパさん、ありがとう、隠します。かぶれてるのですみません。今日はちょっといろいろ気になっちゃって隠れ気味だったんですけど、すみません。嬉しい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございます。888林、ありがとう、こちらこそありがとう、こんにちは、来てくれてありがとう。今日は、はい、ビスのお礼配信もさせていただいて誠にありがとうございました。そうね、目のかぶれと前髪がすごく気になって、ちょっと隠れてたんだけど、ごめんなさいちょっとかくれんぼ配信ということで、また新しい配信ということです。はい、ということで皆さん本日も配信を見に来てくださって本当にありがとうございました。早く治るといいね、本当に。それな、でもこの前もなったんですよ、12月の終わりに。だから最近なんか化粧水が合ってないのかなとか思ったり、いろいろ、はい、いろいろ試してみます。化粧水変えたり、あらま、そうなんですよ、新しいスタイル今日配信させていただきました。またね、ありがとう、またね、またね。スギ花粉のせいなの？でも花粉も肌に悪いって言うよね。サッチ、おやすみ、またの原因分かるといけよね。ね、それね、こんばんは、おやす、気をつけて、乾燥でね、乾燥な気もする、乾燥な上に多分化粧水が合ってないのかなって思ってます、サッチは。はい、ということで皆さん本日も配信を見に来てくださって誠にありがとうございました。ビスのお礼配信もありがとうございました。ということで皆さん今日も一日お疲れ様です。そして明日も頑張りましょう。そして公式 X 投稿しましたので皆さんぜひ見てくださると嬉しいです。拡散もしてくださると嬉しいです。それではおやすみ、サチさんバイバイ、おやすみ、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、配信ありがとう、おやすみなさい、おやすみ、男女用のね、グッナイ、おやすみ、おやすみ、必ず見るから嬉しい、ありがとう、バイバイ、素敵な夢、サチさんズキズキ、痛いよ痛いおやすみ、バイバーイ。ちょっと9時ぴったしに切ろうと思います。お疲れ様です、お疲れ様です、おやすみっち、おやすみっち、またの、またの。あ、 STU チャンネルもありがとうございましたいい夢見てね、ありがとう、みんなもね、みんなもいい夢見てください。ほなね、絶対います、ありがとう、お疲れちゃん、お疲れちゃん、ねえねえ、おやす、とりあえず水分ちょっと、よろしくお願いします。本当に乾燥がひどくて、おやすみ、チンと買います、ねむねむにゃんこです、バイバイ。ああと10秒、配信ありがとう、こちらこそありがとう、サッチやバイバイ、ありがとう、おやすみ。ほな、それでは今日の配信終わろうと思います。みんなありがとうね、バイバイ、おやすみ、バイバイ、グッドグッドグッド。